ミッションカウンターです。見たくなくても見てください。モニター前の皆さん、こんにちは。毎度おなじみのレッコです。そしてこちらもおなじみのみんな、ガンプラ作っているかな。ミスターガンプラです。よろしく。はい、というわけで私とミスターの2人でお送りします。いよいよ新たなクラン戦が始まりますね。私私もだよ。どんな熱い戦いが見られるのか胸が躍るね。下馬評では圧倒的な戦績を誇るマイスタージンの活躍が予想されていますが、どう思われますか？もちろんマイスターの活躍は楽しみだが、新たな才能はどこに眠っているかわからない。この大会でそれが開花することを願っているよ。そうですね、マイスターの牙城を崩すニューフェイスの出現にも期待したいところです。いよいよクラン戦が始まるんやな。腕が鳴るで。ちょっと身構えちゃったけど、私たちみたいな初心者クランでも参加できるものなんだね。うん、参加するのに腕前なんて関係ないもん。参加資格はただ一つ、人数が6人以上おるクランっちゅうだけや。その点うちはバッチリやからね。まずは僕で1 2 3 4 5 5。足りてないじゃない。あれおかしいな、絶対6人おったはずなんやけど。ミスター、それや！ミスターどないしたんやろ。ここにこの時間集合やってクラメンバー全員に連絡回したのに。ちょっと待って、ミスターってクランに入ってたっけ？あ、タオさんを責めないであげてください。ミスターさんはあの存在感ですから。あ、そっか、確かに存在感は通常の3倍あるもんね。じゃなくって、参加メンバー足りてないじゃん。一体どうするの？それなら今からでも入ってくれる人を探せばええやろ。と言いましても、そのような方がそう都合よく見つかるとは思えませんが。だったら俺はどうだい、お嬢さん。え、あの、失礼ですが、どちら様でしょうか？俺は真島、参加不可能を可能にする男だ。やはりクランに入っていただける方はそう都合よく見つからないのでは。ちょっと待ってって、俺がいるって言ってるだろ。あんたのはただのナンパ目的でしょ。うちのクランメンバーにちょっかい出さないでよね。おいおい、そう怒るなよ。可愛い顔が台無しだぜ。なくって、あんたみたいなのお断り。どうして？一人増えればいいんでしょ。チームワークが大事なクラン戦で誰でもいいわけないじゃない。こんなチャラそうな人なんて。おっと、チャラいかどうかはともかく、実力は保証させてもらうぜ。
これでも場数は踏んでるからな。戦力としても男としても当てにしてくれ。何適当なことを。いや、腕利きなのはほんまかも。このガンプラのクオリティは見事なもんや。では試しに加入してもらい、実力を見せていただくというのはいかがでしょう。そりゃ俺も望むところだ。実際に見てもらった方が早いからな。俺のかっこよさは。これはダメなパターンだよね。ナンパのことしか考えてなさそう。そう褒めるなよ。じゃあ早速行こうか。お嬢さんたちの視線を釘付けにするぜ。おいおい、何が悲しくて野郎3人で刺激なんだ。予定じゃ窮地を救うヒーローとしてチヤホヤされるはずだったんだが。そりゃあれだけ下心見えねえやと遠ざけられて当然とちゃう。だからってメンバーを男で固める必要なくねえか。でもこの戦いは椎名風も見てるし、アピールは十分にできると思うで。活躍したらの話やけど。そうだ、彼女たちにいいところを見せつけないとな。二人とも足を引っ張るんじゃねえぞ。そこや。
へん。これが今回の相手か。一応言っとくけど油断せんといてな。分かってるって俺の実力お嬢に見せないといけねえしな。お嬢ってシーナのこと？慣れ慣れしい呼び方やな。別にいいだろ、どっからどう見たってお嬢って雰囲気なんだしさ。まあそれは否定せんけど。まあお前らは適当にやっててくれ。敵なんて俺が全部片付けてやるからよ。ポロリはなし。ちょっと当てるぞ。外さへん。負けたくない。まだやれる。ファイヤー。バカ。それ外さへん。まだまだ。リーダーの俺がこの様では。どうだお前ら、俺の操縦技術はそこらのやつとは違っただろ。やるやんマシマ、ほんまにすごかったで。けどそんだけの腕があるなら名前も売れて普通にモテそうな気もするけど。おいおい、モテてない前提で言うんじゃねえ。俺くらいの腕がありゃどこで何してようがモテるんだよ。まそんなことよりとっとと帰ろうぜ。お嬢が俺の帰りを待ってるんでな。ここまでやるとは大したもんだな。
よし、これでクラン戦初勝利やね。どうだい、俺の活躍見てくれた？口だけじゃなかったみたいだね。なかなかやるじゃない。このくらい俺にとっちゃ造作もないさ。これからも任せてくれよな。次こそはお嬢たちと一緒に。それは考えさせてください。おう、よろしくな。今のはてよく断られたんちゃうの？だとしても考えてくれるだけ進歩してるってもんだろ。進歩の幅ちっさ。リリンちゃんもよろしくな。クランの一員として一緒に頑張ろうぜ。うん、よろしく真島。実力は申し分ないけど、なんか信用ならないんだよね。まずはその軽口を直してほしいんだけど。ははん、これは手厳しいな。けど気の強い子も俺は好きだぜ。何言ってんの。変なことばっか言ってるとクランから追放しちゃうからね。あーっと、せっかくお仲間になれたのに追い出されちゃ世話ないな。じゃあ俺はぼちぼちやらせてもらうからよ。これからもよろしくな。めっちゃたくましいや。ガンプラの腕もやけど、あのタフさも見習いたいわ。なあ